こんにちは、ハイカラニュースの時間だよ。今日もハイカラスクエアの片隅からテンタクルズがお届けします。リーダー、政治発表の前に臨時ニュースよろしく。え、あれ何でしたっけ。フェスの結果が出たよ。おー、まずはどっちのチームが多く投票されたか、得票率の勝負、ドキドキ、ドゥルルルル、デケ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 。お、やっぱ得票率は、あ、でも意外と思ったより差なかったの。腰はもっと大きく差をつけて勝ってると思ったんですけど、48-41ですね。ほいほい。ん？あ、そう来たか。うんうん、こうなったんですね。よし、次行くぞ、次へ。そうですね、次も大切です。どっちがフェスを盛り上げたか、貢献度の発表、レギュラーとチャレンジ、一遍に行くぞ。え、一遍ですか？うー、緊張する。これ今回の新しい、仕様で、貢献度というものがね、なんか、つくようになったんですけど、なんか見てた感じ10倍とか100倍とか粒あん派の方が勝ってたイメージがあるので、貢献度なんか粒あん勝ってたイメージあるな。どうなんだろう。じゃあ見ていきましょう。それでは、あ、でも人数が多いコシアンの方がでも有利なのかな。では見ていきましょう。てい、ドゥルルルルルル、でけ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 、ぜい。おー、どっちもコシアン勝ったってことは、得票率も勝率も全部コシアンが勝ってるということですね。まあ、これは勝率っていうか、これからは多分、貢献度、合計になるんかな？合計になるんだとしたら、人数が多いチームが結構有利になる気がしますね。マジかよ。おー。でもそれでもこんだけ差がついてないってことは、まあ、ちょうどいい結果なのかな？ここまで来たら最後あれしよう。最終結果ですね。その通り。つうわけで、今回のフェスを制したチームは、ごくり。イエス！ははは。キャー、コシアン！ゲー、マジかよ。コシアンの皆さんやりましたね。コシアンみたいに滑らかな立ち回りでしたよ。ツバも頑張ってるの知ってるからな。もうちょいだったか。ずっと歌いっぱなしだったし、ちょい疲れたな。せっかくだからこの後お汁粉食べに行くか。私、こっそり皮むきあんの、おしるこを作ったんです。先輩、後で食べましょう。皮むきやんって何？飯田の GJ セット裏になんかでっかい機材があるから何かと思ったら、おしるこかよ。すっごい美味しくできましたよ。たくさんおかれるんでいっぱい食べてください。僕も飯田ちゃんのおしるこ食べてみたいな。あ、フェスに参加した人は広場でスーパーサザエもらえてよ。次のフェスもお楽しみに。ほいほいほい。というわけで、フェス結果出ましたね。今回は、コシアンがストレート勝ちしてしまうという結果でしたが、皆さんはどうでした？コシアン派、つぶあん派。まあ、今回は結構ミステリーゾーンが、今までのミステリーゾーンの中で、まあ、結構好き嫌い分かれるっていうか、まあ、ツイッターとか見てても、なんか、今回のフェスのステージ、クソやわ、みたいな言ってる人が結構多かったんですけど、今回のミステリーゾーンクソだわみたいな感じで言ってる人が多かったんですけど、皆さん的にはどうだったんでしょうか。僕はダイナモが結構活躍できて、昨日の動画でも見たんですけど、まあ、ダイナモ結構活躍できたし、プレイもなんか楽しくプレイできる、することができるミステリーゾーンだなって、やってて楽しいステージだったなと思います。まあ、落ちてる人に結構イラついてる人もいたみたいだけど、まあ、落ちるのが結構醍醐味なのかなって、あのステージの、もう敵の味方もミスったら落ちて、みたいな、自分も落ちる恐怖心があって、みたいな、そこが醍醐味のミステリーゾーンで楽しかったなって感じでしたね。というわけで、今回、なんか久々に、こうやって、動画を撮ってる気がする。あ、挨拶しなかった。いただきます。どうも、パンケーキこと、岸井亮太です。どうも。というわけで、今日は、昨日のフェスの、動画、またちょっと流させてもらおうかな。こんな感じだったんですよ、みたいな。昨日の動画を見てない人もいると思うので、ちょっと昨日の、なんか昨日動画で上げた試合とはまた違うダイナモが活躍できた試合をちょっと載せてようかなと思います。それでは、どうぞ。来ない。頼む。100倍か10倍来てくれ。シューターの集い。結構さ、ダイナモやと、もう、上下に揺れようが、ゲームが、
あんま変わらへんから、横のエームじゃなく、エームが変わらんから、シューターとかだと縦に合わせなあかんから、その分きつそう。乗れると思ったんや、今乗れると思ったんや、わしは。あ、ナイス、味方が敵を倒してくれている。ケンタ君頑張って塗ってる、めっちゃ可愛いねんけど。ラボもちょっと真面目にやらなあかんかも、このマッチは。よし、ちょっと結構味方押しされてるから真面目に頑張ります。落ちてった、うわー、これ鬱陶しい。危なっ、忙しい。ケンタ君めっちゃ塗ってくれてる。ナイスナイス、ケンタ君。え？このぽよぽよプレッサーでやれたのめっちゃ嬉しいねんけど。ナイス。あ、ナイス、これはいいね。いやー、ミステリーゾーン楽しいわ、普通に。ダイナモのためにあるステージみたいな。来い。あ、ミステリーゾーンばっかり来んねんけど。チームの連勝数10いったら嬉しいな。お、5連勝してる相手。ケンタ君、ケンタ君めっちゃ可愛いねんけど。ケンタ君カモン言うてる、めっちゃ可愛いやん。あー、今のやれへんのか、あぶね。落ちてた、相手、あえて落ちてた。いいね、みんなケンタ君のとこに飛んでいく。何今の、いや落ちてったん今、ダイナモで縛いたら落ちてった今。危なっ、いや怖い怖い怖い。どうして、追い詰めていけ追い詰めていけ
出さへんっていうね。打開させたくないから、打開させるのが一番怖いから。ナイス。あー、マジか。ナイス。これあのなんかあの弾むとこにおる味方のとこに一回飛んでみたいな。おっしゃった、ケンタ君、ケンタ君。ナイス。ナイス。ケンタ君かわいい。マジそれ。ケンタ君超かわいかったけど。めっちゃミステリーゾーン来るわ。ミステリーゾーンばっか来る。なんでやろ。ケンタ君のキル数がどんどん上がってってるのを見てて、ほっこりする。ミステリーゾーン率は結構高いな、僕。ミステリーゾーンは結構よく来るな。なんかいるじゃん。甘いぜ。コロコロするのかわいい。ピョン。まあエクスプロスはここきつそうだな。ごめんなさい、避けられなかった。避けられないボムだった。甘いんだよ。この曲者が超気持ちいい。気持ちいいぜ。まあ、敵の動きは結構さ、飛んでくるから読みやすくて。こっちの動きは、飛び方を大小で変えれば読まれづらいから、結構。あー、バケツ。くっそ。結構いい動きしてたんだけどな。上から叩き落とすの大事。どうだ、これ勝ったんじゃないか。
ナイス。相変わらず10倍マッチ来ず。